はい、オマージュ TV、今回はね、はい、今個展中、まあ録画流れるのは多分来週になると思いますけども、はい、今個展中の、鳥事務員ね、オマージュメンバー、2年、ね、来年3月から3年目に入るね、はい、鳥事務員さんです。はい、それでは今日はね、ちょっといつもと違って、鳥さんなのでね、喋れないというね。はい、そうですよ。そうそうそう。うん、意思の疎通がなかなか入りにくい。なかなかできないんで。そうそう。ほんで、まあ、彼女に、はい、サッチョンさんに聞いてもらってるんで、はい、まあ、いろいろ質問、質疑応答的なね、形式でやっていこうかなと思います。よろしくお願いします。はい、短い時間ですけど、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。さて、そしたら、まずはそうですね、まあ、うん、なんかいろいろきっかけがあるらしいので、うん、まず、まあ、なんでカメラを始めたかって話ですよね、うん、なんかいろいろ書いてきたらしいですよね、うん、人間時代のいざこざ、うん、それあそこ人間時代ごとは鳥になる前っていうことやな。そうですね、人間だった頃、人間だった頃、いろいろといざこざがあったいうことやね、はい、うん、どんないざこざがあったのかな。まあ、なんか男関係でなんか当然なんかいざこざがあって、あ、まあ、なんかそれがきっかけで、うん、まあ、カメラを始めたというのがなんかきっかけらしいです。いざこざがあってカメラをやり始めたっていうのは、それまでに、やってたということかな。そうですね、なんか少しだけ、ちょっとだけらしいです。あ、リトルビットね。リトルビット、はい、そうな。なんかその彼氏もなんか、彼氏が写真をやってたっていう、そういうことなんかな。私だと思う。なるほどな。まあ今回なかなか進めにくいね。あ、そう、あの、弱秘密にしてほしいらしいです。進めましょうか。はい。はい、で、まあ、なんで鳥なのかっていう話ですね。うんうん、なんか書いてみて。コンプレックス、なんか、なんかあるんですよね。ちょっと聞かせてもらっていいですか。基本な、喋れるんやったら喋りやないけど、これもテレパシーやんな。そう、テレパシーですね、テレパシー。なんか自分でと自分自身をこう取られることがすごく嫌らしくて、うん、で、まあなんかこう脱却したいから、うん、まあ何、まあ脱却したくて、うん、まあどういうことをしようかなって言って、なんかすごい部屋が汚いらしいんですけど、その汚いお部屋から、うん、掘り起こして出会ったのが鳥らしい。ああ、なるほどな。そのコンプレックスっていうのは、そのなんていうの、こう、本当の人間であった頃のご自身の顔がコンプレックスがあったようですか。らしいです。自分の顔が嫌いとか、ね、謎が謎が謎に謎が包まれて、でもなんかこの鳥事務員、まあ鳥と、で、うん、お仕事関係で、なんかどうやら、その事務関係の仕事をされてるようでして、うんうん、で、そのお仕事関係で事務服を着てるので、まあ、鳥事務員っていう形になったらしい。常に女の子、事務員さんの服なんですか、これは。服なんですか、らしいです。で、なんか5、6着ぐらい持ってて、なんか普段ももう、その事務服を着て。洗い替えをするわけ。なってるみたいです。そう、夏と冬って違うの？違う。違うらしいです。違うな。なんか一緒らしいです。なんかボソッと聞こえましたけど、なんか今多分入ってるかもしれないよ。ジャック。ジャック。ちょっと、そのカットしてほしいらしいです。あ、なるほど。で、まあ、まあ、これで出歩いて、で、まあ、岐阜で、まあ、岐阜で活動されてるんですけれども、うん、岐阜のいろんなとこ行ったりとか、うん、もうこれも事務服で、うん、で、鳥事務員でやってはるみたいですね。
なるほど、はい、で、まあ、今回の個展のテーマですよね、うん、今回の個展のテーマが何でしょうか。あ、初めまして。初めまして、うん、これなんか、初めまして、なんかあるんですか、初めましては。あ、この全体が、あ、ここで鳥事務員自体のテーマでやったのが初めてっていうらしいですね。なるほどな。まあ、そのこういうその自分が全面を使って展示するっていうのは初いことだよね。うんうん、なんかちっちゃいそのなんかグループ展とかそんなんはこうやってたはったみたいって何の言わしてんじゃん。やってはったみたいだけど、まあなんか日常のそれこそその鳥事務員が普段、うん、まあ、いろんな行ってきたところとかそんな日常とかを、うん、まあ、今回総集編として、うんうん、なんか撮ったっていうことを鳥事務員さんからつてで聞いたので、うん、まあ、なんかすごい多彩な、もういろんなとこ行って、面白いじゃん、面白い、面白いですよね。うんうん、で、まあ、ちょっと見えないんですけれども、向こう側にもすごいスタジオの撮影もあったりとか、うん、で、若干中身が見えそうで見えないやつもあったりとか、うんうん、まあ、これもだから僕、全体の写真とか撮って、まあ、YouTube に流すというか、ここに挟んでいくんでね、うんうん、見ていただけると思うんですけど、ぜひぜひ見ていただきたいなって、うんうん、先からこの後ろでこうなんかうろうろしてる方おるんですけど、この方はお知り合いですか。知り合いじゃないらしいです。その何、ファンの方ですか。ファンの方ですか。うん、あ、ファンの方らしいです。なるほど。ちょっとなんか不信感がすごい、まあ。鳥同士やからいろいろ会話できるのかもしれない。うんうんうん。うん、なんかすごいフレンドになってる。なんかぎこちないけど。ぎこちねえな。うん、そうですか。まあ、まあ、なんか今個展が、まあ、あるらしくて、まあ、今後、まあ、鳥事務員さんってなんかこういろいろ目標みたいな、もう最終の着地点みたいなのってあるんですか。お、世界を股にかける渡り鳥。あ、どういうことなのかな。え、どういうことなんですか、うん、聞かせてもらっていいですか。天下統一らしいです。天下統一。なんかスケールがかすかに天下統一っていう。スケールはなんかでかいよな。スケールでかい。なんかまあ普段こう岐阜で撮ってはるみたいなんですけど、うんうん、まあ今後、まあ、東京とか大阪の繁華街とかでも、うん、あ、いいね、まあセルフポートレートということで、うんうんうん、撮ってみたいし、まあ、世界で、うん、まあ鳥事務員がどっかで見れるかも的なことも言ってあったんで、うんうんうん、まあ、特にゆるキャラとかじゃないもんね。そうそう、ゆるキャラじゃないらしい、ね、その鳥らしからぬものがこう、こう世界をこう旅していくみたいな感じかな、うん、まあ、でもそれは面白い、面白いな、うん、なんかヨーロッパとかやったらめっちゃ面白い。エッフェル塔の隣に鳥事務員、そうやな。アジアとかもいいかも。アジアいいですね。うん、アジア、うん。中国とか。中国ね。北朝鮮とか。北朝鮮ちょっとやばい。やばいから。帰ってこれるかが気になるんですけど。まあそれらしいです。うん、はい。でなんかいろいろ最後なんか告知があるんですよね。お、なんと6月の22日、23日の2日間。はい。これ土日。土日に岐阜で、個展やるよと。岐阜のどこなんやろな。どうですか。あ、なんか変えてくれるみたいです、うんうんうん、ピエニオン、ピエニオンニっていうところらしいですよ。それとどこにあるんですか。名鉄ロフトの裏。これなんかマニアックやな。あ、名鉄ロフトっていうところの、うん、岐阜にあるらしいんですけど、それの裏らしいな、うん、ピエニオンにっていう、これはなんかカフェなんですか。あ、もう、あ、
ギャラリーらしいです。ピーニョンニっていうギャラリーさんなんや。それはアートギャラリーかなんか。アートギャラリー。うんうん。あ、写真ギャラリーなんや。写真ギャラリー。へえ。聞いたことありますか？ないです。ピエニオンに。なんか、僕はピエニオンじゃないわ。なんか、なんか噛みそうね。滑舌悪さやもんな。ピエニオンっていうか。うん、あ、そうなんや。まあまあまあ。そのまあ、6月いたら、まあまだか、あと4ヶ月ぐらいな。うんうん、うん。で、そのなんか6月の、開催されるこの岐阜の個展のテーマが、うんうん、何でしたっけ、ハッピーバースらしいです。ハッピーバースデー。実はあの23あの6月の23日が鳥事務員のお誕生日らしい、うん、鳥人間だった頃じゃなくて鳥になったのが6月23日ですね。23日、うんうんうん、なんでなんちょうど3歳になるらしいので。なるほど、まだ幼虫じゃあるけど幼虫じゃあまあ、人間としては幼虫じゃん。人間としては鳥で3歳だと結構人間は、うん、あの2月の6日で33歳になるんです。人間の化身になると2月6日になる。そうだよ、333でこう、そうそう、な、33歳と3歳というね、うん、らしいです。でっていう話やけど でって、うん、まあ、話らしいです、うんうん、でもなんかすごいあの今後それもあのこの総集編を、うん、まあ、なんかブックになんかしようかっていう計画も出てるみたい で、うんうん、でまたそれもなんか鳥事務員さんのインスタグラムですかね、うんうん、でなんか販売されるらしいです。これはまだあの、来年度2024年度3月からのメンバーになられたので、また、また個展をねここでするっていうことで、まあそれもいろいろまあ考えていただいてね、なんか面白い今回とは違ったなんかこう見せ方っていうか、うん、ね、鳥の意味、鳥の真相に迫るみたいな。そう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 。あ、いいですね、なんかドキュメンタリー鳥。ああ、私固定して私もドキュメンタリーでちょっといろいろ悩んでいるので、あ、なんかあれらしいですよ。なんか聞きたいことありますか？特に、あ、考えてる。いやー、ちょっと考えてるふりかもしれんな。考えてる寝てるかもしれない、うん、まあ、なんかいろいろ考え中らしいです、うん、はい。まあ、今回だからその、まあ、初個展というね、一人で一つの空間を埋めるっていうことが初めてなので、うん、まあでもまあ、今日うちの娘がたまたま来てここ15分ぐらい見てたんかな、一人で、ね、降りてきて、父さん、なんなの、めっちゃシュールやねんけどっていう28の娘にとってはすごいこれはシュールやったっていう。まあでも、うん、シュールでしょうね、なんか、うん、もう、しかもこの一定数こう表情も変わらないから、そうやな、なんかあの若干気持ち悪さというか不気味さもありますよね、うんうん、背景が変わるだけやから、ね、背景が変わるだけやからそうね、2024年度は3月からのやつはちょっとね、動画もねやってもらいたいね、彼女動画もやってるんで、うん、でドラムもね今頑張ってはるんでね、うんうん、そういうのに ゆうしょうちゃんはインスタでもね流れてますもんね、うん、インスタの ID は ID かアカウントはあるんですか、なんか ID は、うん、このみや T やった、このみや、あ、ちょっと自分ではわからないらしいこのみや .T ですね、はい、KONOMIYA か YA.T っていう、まあ、できたらフォローしてあげてください、ぜひと、はい、うんうん、これあの個人的にこのインスタグラムの私のおすすめはリールの動画がめちゃくちゃ、リールおもろいな、うん、最初なんか多分投稿で見てくれることが多分多いと思うんですけど、うん、
あのリールから見てほしいなと思うと、うんうん、その方がなんかこう後々の投稿で意味合いも知ってくるので、うんうん、なかなかあのリールもシュールやもんな。シュールシュールほんまになんかまあ、僕は彼女のだから動きが好きなんで走り方とかね、うんうんうん、で結構あの人間だった頃の彼女僕は結構可愛いと思うよな。タイプなんですか。うん、結構可愛いと思うな。なんかすごい照れてますよ。うん、なんかもう元になっちゃってるけど。元になっちゃってるよ。そう、まあその彼女の、人間だった頃にたまに戻れるんで、お会いしたい方は、まあ、彼女がねここに来てはる時に来てくれはったらちょっと見れますんでね。ちょっと、うんうん、真実が見れるからし。そうそうそう、もう別に33歳のね、うん、すごいべっぴんさんです。そうやね、私は真実を知った身としては、うん、ダメンズ好きやけどね。で一緒なんですよ、うんうん、なんかダメンズ好き、うんうんうん、なんであのすぐ同盟を結ぼうかって話、さっき話しましたね。ダメンズ好きっていうのはあれもね、やっぱこう未来がないような気がするね。自粛は、なんか彼女曰くは、うん、なんか自粛はしてるみたいな人ですけど、やっぱりどうしてもそのダメンズ好きは底辺に根本とした、まあ、しゃあないよな。そらもんだからこう持って生まれた何があるもんな。なんかあるらしいですよ。何があるんですか。あ、努力ね。うんうんうん、努力で何とか直すしか、うんうん、だ努力してるらしいです。なるほど。いい恋愛をしてほしいですよね。なるほどな。あのぜひともあのこのヨマジ TV 見てもらったら、うんうん、ぜひね有料な有料なあの男性がいましたらぜひともあの鳥事務員さんにあの、ね、アポイントメントとか。ただあの年下好きやからね。あ、そうですね。あの、うんうん、条件はおっさんダメ、ね、おっさんはダメだし、鳥事務員が33歳なのでそれより若い方やね。お若い方、うんうんうん、ぜひとも言いました。あの、うんうん、個人的にね。そう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 。ダイレクトメールを送っていただければと思います。うんうんうん、それぐらいなんで。なんか最後に一言ありますか？ちょっと見せてあげてください。ラブらしいです。ラブ、うん、ね、なるほどな。愛に恵まれてるってことですね、うん、これなんでひらがなのやろな、これなんでひらがなんですか。こうスペルじゃなくて、あ、ひらがなが可愛らしいです。あ、なるほど、なるほど、うんうんうん、ローマ字で、じゃあ英語で書いてしまうとちょっと愛が重すぎるんでこのひらがなだとこう、なんか幼稚園の子みたいな。あ、アイドルらしいですね。ああ、なるほどな。アイドルなんで、ぜひともね。わかりました。はい、でも今回ほんまに良かったよ。うん、うん、なんかこう、まあ自分も初めてで、まあ思ってたイメージになったのかな、ね。うんうん、そうね、まあ、ギャラリーシュプールの高林さんなんかはすごい良かったって感じだったですね、うん、感想までね結構ぎっしり書いてかる人もいましたね。これはねほんまにねなんかさっと見るのとこう考えてしまうのと二つに分かれて、さっと見て何もえって思って帰りはる人もおるやろうち多分ね。でも考えてこれは一体何なんだろうっていうこのシュールさに閉じ込められる人も多分いたはったと思うね、これ、うん、もうシュールを貫いてほしいですよね。そうやな、もうなんかうんうんうん、こうあざとくこうなんかしてしまったらもう、そう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 、面白くないと思うので、だから常にだからこう着地点に向かってこうやってるっていうのがこう感じれたらいいんかな。うん、僕はこれ大好きやけどね。なんなんやぞ、いまだに僕は分からないのよ、正直言うと。分からないんだけど、ただこのなんちゅうの、例えば
一生一芸みたいな、もうその欧米のコメディアンとかさ、もう50年60年一つの芸を貫き通して、それで毎年笑かしてるっていうかさ、うん、なんかもうそこの域に行ったら面白いんちゃう。もう、うん、森山大道、篠山紀信、鳥事務員みたいな、鳥事務員みたいなね。ちょっと僕はこれいろいろこうもっともっと撮って、もっともっとなんか見して、うん、やっぱり時間がいるよね、こういう写真は。うんうん、貫くっていうね。マジですね。ということで、今回のゲストは鳥事務員ということでね。はい、うん、はい、アイドル、うん、ギャラリーオマージュの鳥事務員といえば、ぜひとも鳥事務員さんをぜひともねフォローしていただきたいなと思います。そう思います。はい、はい、ということで、まあ、まあこの方もずっとなんかこういうちょっとうつ病みたいな感じ。大丈夫ですか？うんうん、大丈夫ですか？大丈夫らしいです。うんうん、あの髪ぼうてませんやんか。OK。ああはい、ということで、今回、こういう形で、オマージュ TV 終わらせていただきます。またあの、後ほど、この後に、まあこれのライブラリをちょっと、載せますので。楽しみください。それでは、本日はありがとうございました。鳥事務員でした。